ちょっと大食い女子です。今日は高野フルーツパーラー川越丸広店オーダーバイキング4月をご紹介させていただきます。ついに4月でイチゴファイナル。5月と6月のメインフルーツはメロンとなります。今回は川越丸広店のレビューとこの2ヶ月全店舗を回った総括をお届けさせていただきます。このね、ディスプレイに早くもワクワクする。こちらのオーダーバイキングは毎月25日に翌月分の予約がスタート。ご料金が通常プラン6600円、マスクメロンプランが8800円、お時間が16時から19時まで、ラストオーダーが18時となります。左ページのビワのパフェは川越店にしかなかった。この並んだビジュアルにうわーって毎回なる。まずはいちごのパフェ。今回ね、このパフェたちが出てきた時にね、うわーって思ったのがね、いちごがでかい。もう全店舗回ってるのでいちごのパフェは見慣れてるんですけど、それでもうわーでかいって思う。一番最初にオーダーバイキングに来たのがこちらの川越丸広店で、その後ね、違う店舗回ったら川越のいちごの方が大きいなって思ったんですよ。でもまあ、たまたまかなって思ってたけど、今回も来てね、やっぱり川越のいちごはでかい。多分ちょっと遠いからかな、他の店舗よりもね、予約が取りやすくはなってるんですが、あのね、このいちごの大きさ、いや、川越まで来てよかったなってもう最初から思った。ちなみにもう食べ始めてますが、今回のいちごのパフェのいちごは紅ほっぺだそうです。このね、紅ほっぺがでかい、甘い、すごい。いちごシーズンの終わりとは思えないクオリティのいちご。こちらのパフェは上からクリーム、いちご、そしてバニラとストロベリーのアイス、そこにこの手前の緑の抹茶の、なんだったっけ、クッキーみたいなのが乗ってます。その下が今ご覧いただいているクリームといちごとリンゴのグラニテのゾーン、さらにその下にはいちごのクリーム、一番下がいちごのゼリーになってます。ゼリーとね、あといちごのスライスが入ってます。いちごは甘いし、アイスはうまいし、クリームがね、普通のクリームといちごのクリームと2種類使われてるので、すごいね、贅沢なパフェ。そして一番下のね、いちごゼリーが見るからにね、他の店舗よりも色味がいちご色が濃いんですけれども、食べてもいちご味が濃い。お次がキラピカのパフェ。先ほどの紅ほっぺに比べるとちょっと小粒ないちごではありますが、やっぱりね、この上に盛られたいちごを見るとすごいテンションが上がる。キラピカのいちごはね、さっきの紅ほっぺとすごい対照的。紅ほっぺがなんかこう甘くて柔らかくて女性的なのに対して、キラピカはね、酸味と歯ごたえがあって男性的ないちご。上からクリーム、いちご、アイスクリーム、クリーム、いちごとリンゴのグラニテ、そしてパイとね、クランブルも入ってるのかな、あとピスタチオ、そしていちごクリームで、一番下がいちごのゼリー。このね、バニラビーンズ入りのバニラアイスと濃い、ほんと濃くてきめ細かいいちごのソルベがほんとね、これ美味しい、めっちゃうまい。このね、バニラといちごはやはりね、両方同時に食べるのが一番おすすめです。その下が濃いめないちごとリンゴのグラニテ。シャリシャリ系でありながらきめ細かいので、こうね、ジャリジャリした感じではないのがすごい、このパフェと一体感があります。その下からはパイクラム、あとね、ピスタチオの砕いたのも入ってるんですけど、さらにあのクランブルみたいなのも入ってた。なのでね、よりここの層でサクサク感、カリカリ感がプラスされます。結構ね、グラニテ層は厚い。いちごのクリームの下はやはり色も味も濃いめないちごのゼリー。最後の最後までいちごの濃い味が楽しめます。
いちごのヨーグルトドリンク、川越丸広店のね、この容器ね、結構大きいよ。このね、上のいちごはちょっとね、酸っぱめ。いちごの下は濃いいちご味のグラニテたっぷり。これね、容器がちょっと大きめなので、他の店舗に比べたら、この全体量がね、多分多いと思う。味の濃いグラニテと濃厚な重みのあるヨーグルト、このね、ドロドロいちご感が最高。いちごのパフェ、おかわり。これ見て見て、上から見ても美味しそうだけど、横から見ても美味しそうでしょ？今回のいちごのパフェのね、この紅ほっぺがほんとね、ほんと甘い。どの店舗にもいちごのパフェがあって、そして、全店舗の食べてるんですけれどもね、今回のこの川越店のいちごのパフェが一番うまい。ほんとね、いちごがでかくて甘くてうまい。今日ね、最初にメニューを見た時に、ビワのパフェとかがあったので、その分ね、いちごパフェの種類が少なくて、あーちょっといちご感弱いなっていう風に思ったんだけど、もうこのね、パフェたちが出てきた時のいちごの迫力。そうだった、川越のいちごでかいんだったと思って、で、今回もやっぱり大きかったから、多分ね、川越のフルーツはでかい。来月もそうなんじゃないかと勝手に思ってます。それとね、もう一個、川越店がね、川越丸広店がおすすめの理由が私的にあるんですけど、それはね、ここでは言わない。ほんとね、このいちごのパフェ来た時に、もう来てよかったって思ったからね、ちょっと川越遠いからなって思ってるあなた、ぜひ川越にも行ってみてください。続きまして、いちごのパフェ、三つ目、おかわり。もうこのね、ほんといちごめちゃくちゃうまい。それで、いちごのパフェを連発しております。奥のケーキコーナーにね、いちごのミルフィーユがあって、それもね、すごい美味しそうだったんだけど、でもオーダーバイキングの後に、いちごが食べたい気分かがちょっとね、自信がなくて買わないできた。まさかのいちごのパフェ、四つ目、おかわり。続きまして、ローストビーフサンドイッチ。こちらもね、毎回頼んでますが、ローストビーフサンドイッチ超おすすめ。見た目も豪華だし、食べてもね、すごい満足感。トマト、レタス、フライドオニオン、ローストビーフ。ほんとね、それぞれの具がたっぷり。美味しい上に食べ応えもあって大満足。ヨーグルトがついてきます。続きまして、いちごのショートケーキ。今日はね、なんかもうね、いちごいいなっていう気分になっている。前回、川越店に来た時も、途中でね、なんかもういちごいいからラーメン食べたいなってなったんだけど、今回もそうで、もしかしたら、このね、いちごが大きいからかもしれない。一つ一つのね、いちごが大きい分、なんて言うんだろう、こう、品数を食べなくてもいちご摂取量が多いのかな。なんかね、すごいね、いちご満足感が高い。甘すぎない濃厚なクリーム、それからキメの細かい、なんかこうね、しっとりとふんわりの間なスポンジ。これがね、ほんとなんかね、一体感があるの。スポンジとクリームがほんとね、すごい合ってる。そしてほんとに大きめなゴロゴロイチゴが入ってるので、そのイチゴでみずみずしさと甘さがさらにプラスされます。まさかのいちごのパフェ5つ目おかわり。同じのばっか食べててね、動画的にはすごいつまらないんですけど、私的には大満足。ラストオーダーでね、まだ頼めたんですけど、もういちご感満足してて、お飲み物だけ追加オーダー。帰りにしょっぱい補給で、チーズソースつけ麺、粗挽きワンタントッピング。この麺がね、なんか小麦粉がどうのってなんかすごい宣伝書いてあったんですけど、この麺ね、なんかつるんとしてて美味しいよ。そしてスープはね、柚子風味っていう風に書いてたんだけど、個人的にはね、柚子風味効かせない方が好き。
今日はちょっとね、あっさりじゃなくて濃いのが食べたくて、濃厚チーズソースを追加したんですけれども、濃厚チーズソースはね、なくてもいいかなと思った。このね、チーズ見た時にこれ麺と合うのかなって思ったんだけど、食べてみたらね、意外と合うんだけど、なくてもいいかなっていう結論。それでは最後にこの2ヶ月間のいちごオーダーバイキングを振り返ってまとめてみたいと思います。まずはチョコレートバナナパフェ1つ、2種いちごとチーズケーキのパフェ1つ、プリンアラモード1つ、いちごのグラニテソーダ1つ、いちごのワッフル1つ、いちごのジュース2つ、いちごのブリュレとパフェプレート2つ、クラブハウスサンドイッチ3つ、桜桃いちごのパフェ4つ、アマオいちごと紅ほっぺのパフェ4つ、キラピカパフェ8個、夢の花いちごのパフェ9個。第3位、いちごのヨーグルトドリンク11個。第2位、ローストビーフサンドイッチ13個。同率でいちごのパフェ13個。そして第1位は、いちごのショットケーキ21個という結果になりました。というわけで、高野フルーツパーラーだけで2ヶ月で合計95いちごスイーツ、かっこ時々サンドイッチ。いかがでしたか？今日は高野フルーツパーラー川越丸広店オーダーバイキングをご紹介させていただきました。今回ね、2ヶ月間4店舗全部回って思ったのは、川越丸広店はね、とりあえずいちごがでかい、あとはね、ここでは言えないおすすめポイントがあり、あと私は一回も頼んでないんですけど、パフェとね、ケーキセットみたいなやつが必ず 毎回ある。なので一度に二度楽しめるメニューがあります。そして京急神岡店は2種いちごのチーズケーキのパフェとか、あとはね、いちごのなんだっけ、ブリュレのやつとか、他の店舗にはね、ないちょっとね、メニューが登場したりするのが楽しい。そして池袋東武店はパフェの種類がね、多い。さらにパフェの中のパイクラムの量が多いのと、大きさがちょっと大きめ。一番上に乗ってるクリームがなんかちょっとツヤツヤしてて、より濃厚。あとね、ハーフのサンドイッチがあるので、ちょっとフルサイズは無理な方におすすめ。そして新宿店はね、やはりなんといっても一番行きやすい、交通の便がね、一番いいところにある。そしてなんか細かいんだけどね、ラストオーダーの時間が結構10分前とかにラストオーダー取りに来ることが多いんだけど、新宿の高島屋店は本当ね、時間ギリギリにラストオーダーを取りに来てくれます。というわけで、とりあえずおすすめ間違いなしなので、ぜひ行ってみてね。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。